よし、ゼルやっていこう。前回さ、こん中にどうせ試練の祠あるみたいな話したよね。てか、絶対ある。何回もやってるからね。はい。初ダッサーの祠。成功のタイミング。あ、これなんかバーンってビューンってボーンってやるやつか。本来は、ここに置いて、スイッチ起動させてボーンって飛ばすんやけど、これ、アイスメーカーゲーなんて知ってる？投げて、投げて。あ、そっか、R で投げんのか。ほい。投げて、アイスメーカー作って、ここに。ここに作ってよ。作って、で、こっちから掴ん、パッ！ここに作って、で、こっから、投げるだけ。成功のタイミングとは一体。小さな鍵。で、右も同じようなことをしたらできるけど、めんどくさいんでやりません。どうせ宝箱やしね。克服の証、四つ目じゃなくて五つ目。ここは、ゾーラの鎧で、上に行く。で、上に飛んで、ここ登って、ここやね。いつも、フロドラとかオルドラとか、じゃあ、フロドラか。フロドラ買ってんのはいつもここやね。で、ここで、薪の束を持って、置く。で、火つけて、朝まで。赤い月かよ。ま、あいいや、重心装備ゲットできるからいいや。で、まあ、朝になったら、X 連打。これでなんかフロドラがピーって出てくるから、ほいよ。オーケー当たった。あれ？角か今のは。で、まあ、回収は後ででいいんで。あっちに飛んでいったな。で、これで朝までっていうのは何回も繰り返すと。とりあえずこんだけでいいかな。とりあえずこんだけでいいわ。少なくなったらまた動画外で調達しとくわ。角のかけら。おお、降ってきた。よし、結構集まってきたで。鱗はいらんわ。一回見せたもんな。6個あるね。じゃあ料理しよう。料理しようとか言ったけど、とりあえず、女神様に祈らなな。まあ、なんで頑張りの器増やしてるかっていうと、ただ単になんか、微妙にやんのは嫌いやからね。とりあえず頑張りは優先的に終わらすわ。あと一回やね。まあ、ハートは限界突破がめっちゃ簡単やから、簡単に限界突破作れるから、まあ、それは置いといて、次料理やね、次は。ここに料理できるんで、これ、ゴーガーハスの実4つと、角のかけら。これでレベル3が30分続くやつが確定で作れるから、ほら。よーし、これで、この上が限界突破で、これがあれやね、移動力アップやん。アップのやつやね。次は、こっからやね、行こうとしてたのは、こっから上にとりあえずアッカリ行って、ロベリーに会って、で、ザルケル行こう。じゃあ、ゾーラの里にワープ。一応、雷獣さんにさ、あいつがおるんよ、ライネル。一応、買ってみる。あいつは確か青固定やったかな。ノーマルモードやったら赤やけど、あれライネルちゃうかな。この遠距離から気づく。さすがライネル。雨！ちょ、雨降ってくんのやめろ。いける！オッケー！やっぱ赤やん。あれ？ライネルが、赤色やぞ。じゃあもう余裕やで。一応三連射にして、これ使ってるな。じゃあ、当然ファントムやろ？で、武器は何にしよう？無心に行くか、無心で。あ、こいつ頭当たったのにひるまんぞ。こいつ！お前、頭当たったのにひるまんはせこいぞ。それはせこい。それは、NG やぞ。はい！完璧。で、ぐるぐるしますと。赤ってさ、HP 何倍やったっけ？ 1000 ぐらいやったっけ？ 1500 やったかな？もう死ぬでお前。待て、注目が、ああ、死んでるから注目できへんかったんか。弱っ。お、試練の祠発見。場所で見たら？普通にあるな。これはリモコン爆弾で潰すやつか。実はリモコン爆弾で潰すやつって、ま、バイクで引いても潰せるの知ってた？今の岩あったやん。これ今リモコン爆弾で破壊したけど、あれって、
あの車で破壊できるんよ。車ちゃうマスターバイクで。確かツイッター上げた気がする。これか、これ見て、ドカーンって。これ自分になった時びっくりしたわ。ここら辺はもうアッカレやね。なんか木が茶色っぽいとか秋っぽいっていうか、アッカレっぽいっていうか。宝箱持ってる、回収。あの、こいつライネルの意味持ってるし、弱。危なーい、逃げる。当たらないっしょ。ほらね、ボコブリンのエム力じゃ当たらんよ。お、金色。ていうか待って、待って、これ食うの忘れとったわ普通に。さっき何のためにフロドラ買ったんや。よし、じゃあこれは待て、ちょ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 、ファントムにして。待て、お前それはセコイって言うねんぞ。マグネキャッチじゃなくてビタロックで止める。で、あとはぐるぐるするだけ。はい、もう勝った、勝ち確。ちょ、なんか飛んできる。もう電気の矢後ろから飛ばすのやめろ。オッケー、ダヒシーノの祠、力の試練、ジョイ。舐めてますね。克服の証、二つ目。今ちょっとあくびしてて、ちょっと焦ったわ。画質やばいなぁ。質感やばすぎやろ。あんなところに塔が。あっかりの塔やね、あれは。とりあえずマップゲットかな。優先的に言えば。わ、こんな場所あったんや。あ、あそこは後の一から村やね。今はなんもないけど。なんかすごいな。俺、アッカレ地方大好きやわ。飛行ガーディアン多いな。まあ、気合でなんとかなるか。なんか今、モリブリンたちの声が聞こえた気がするけど。気のせい？気のせいじゃないね。なんか、朽ちたガーディアン見てなんか喜んでるよ、二人は。てか、ボコブリンとモリブリンってさ、なんか一緒におっても敵対はせえへんねんな。なんか種族違うのに敵対しないってすごいな。おお、宝箱がある。背景と同化してて、全然気づかんかったわ。爆弾や5本、でかい。アッカレの塔はいいんやけど、あいつ絶対なんか撃ってくるよな。てか、登れねえし。なんか秘密基地っぽいの来たよ。お、宝箱。炎の矢。すごいな、ここ。しゃがんだら通れる系か。しゃがまだ通られへんっぽいな。へえ、こんな場所あったんや。あ、落ちた。取るか、こんぐらいは。いつもは落ちたらなんかめんどくさいから取りに行かんけど。こいつはティッシュの剣も持ってるし。頑張ったらこれいける？向こうに。届くかな。意外と届かんことって多いからね。でも移動力アップついてるから余裕やんけ。うわ、寒なってきた。これはまずいな。この衛兵装備が活かされへんぞ。かといって寒さダメージを受けるわけにもいかんからな。寒さダメージは、バカにしとったらあかんぞ。あかんどうって言ってもうたわ。特にあれやね。今は限界突破してるから、勝手に回復はせえへんしな。よーし、マップ手に入れたし、今回はこの辺にしようかな。多分時間めっちゃ短いと思うけど、録画時間30分いってるし、ちょっと疲れたんで今回はこの辺にしよう。あれは、あれはあそこやね。ロベリーのいる場所やね。青色のピンがロベリーのいる場所やね。ここら辺ピン打ってんのは多分マップなんよ。これも多分マップやし、これも多分マップかな。マップのピン置いとくか。